やっぱり測探機は買い替えた方がいいな。東に150もずれてるなんてありえないだろ。で、どうじゃったお宝の具合は。見立て通りだったのか、レックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに、損得勘定だけは早いんじゃな。うるさいなあ、じっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。うわっ、びっくりした。こいつの家だったのか。レックス、心配ないって。今日の昼飯決まり。